はい、えー、皆様、こんにちは。ぶくんテレビです。えっとまずね、最近ちょっと海を、えー、歩くことをね、えー、日課にしてます。日課というか、まあ時々ね海を歩くようにしてますね。あのーまあのま新型コロナによってちょっとうつ病っぽくねなってました。まあ、なったとっいうか、今も最近ね、えー、なんかちょっと気が、なんかあんまり気持ちがね、えー、高まらない時があるんで。 まあそういう時はねあの海を見るようにしていました。で、あの前もねあの海に行くごとに調子が良くなったっていうのを思い出したんで、もう思い切って引っ越しちゃおうということで、もう海の見えるところ引っ越しちゃいました。うん、もうんもそしたらね、まあまだちょっと調子の悪い時はあるとはいえ、ですねかなりあの調子のいい時間帯は増えてきたんで、海を散歩したりとか、海を眺めるっていうのは、コロナウイルスに非常にいいんだなっていう,うに思いました。 ぜひね、皆様もあの、海を見て調子が良くなるっていう方はね、えー、なんか海と食べれたり、自然とね、戯れたりするのもいいかなと思います。芝生の上をね、裸足して歩いたりするとかなり調子が良く,くなったりもしたんで、まあ、自然と戯れる時間をね、増やすっていうのも、まあ、もしかすると今のね、えー、世の中には求められていることなんじゃないかなと思います。まあ、こういったね、危機にこう触れ合うっていうのも非常に大事かなっていうふうに思うんですよね。うん まあそんな感じで今日もお話ししていくんですけど昨日ね宇野昌磨選手の全日本選手権2020のショートプログラムについてお話をしたんで今日は羽生結弦選手のショートプログラムのジャッジの分析とかを、ね、相対的になりつつですね僕の持論や宇野昌磨選手と比較とかを、ね、やっていこうかなと思います、はい、で簡単に羽生選手の経歴皆さん知ってるかと思いますがちょっとお話ししていくと羽生選手はですね1994年の12月7日に宮城県仙台市で生まれましたね 年は現在26歳ということになります。僕の弟と、ね、年が同じなんですよね。うん、あんまり関係ないですね。で、まあ,あ、土日が休みなね、義、えー、務教育の土日が休みである、まあ、ゆとり世代ということでですね、ま,あ、ゆまさにこう羽生選手は本当にゆとり世代の真っ只中で生まれた方だと思うんですよね。うん、なので、まあ、土日学校休みだったと思いますしね、え僕はね、あの前半は確か土曜日は学校はね、えー、週1と週3は。 1> あの第1、第3土曜日は学校あった気がするんですけど、羽生選手は多分、えー、もう全部土曜日、学校休みだったと思いますよ。うんまあ、なんでゆとり世代の真っなのかということだと思うんですね。まあ、そんな中、ね、ゆとり世代とか、ね、若者に対して、ね、勇気を与えたというところはあるかと思うんですよね。まあ、非常にそういったところで力を、ねえー、上げたと、与えてくれるそういった方だと思うんですよね。 特に野球の大谷選手と比較されることがありますよね。野球の大谷、えー、フィギュアの羽生ということでね、比較されたりするということがあるかもしれないですね。はいそして身長172センチで57キロですね、恵まれた体型かもしれないですね、フィギュアスケートをやってみるとしては。はいで、えー、技術的なお話をすると、えー、パーソナルベストですね、えー、自己ベストがですね、えー、9採点を除きまして、9 ショートを除きまして、最新の場合は111.82というのを2020年の四大陸選手権に出しました。ショートプログラムはバラードですね。ショパンのバラードになりますね。これは2015年、そしてピョンチャンオリンピックに通じて、ね、使ったということで結構馴染みのあったプログラムでの、まあ、自己ベストということになってます。 はい、えー、それではねあの、ショートプログラム2020年のお話をしていきます。曲は、レッドミエンターテ r ン a i ですね、えー。作曲はロビーウィ・ロビーウィリアムズ作曲さんですね。作曲です。はい、で、えー、フリースケーシーがジェフリー・バトルさんになります。たぶんスカイプレッスンとかでですね、えー、やってきたものと思われますね、まあ。新型コロナ禍に影響なんですが、まあ、非常にね、えー、羽生選手も寂しい中ね、あのー 振り付けを頑張ってやったっていうところもあるかと思います。まあ、彼も振り付けを1人でやるという意味で重圧があったっていうお話もしてましたけどもね、まあそんな重圧を乗り越えての全日本選手権だったと思いますね。はいでショートプログラムの概要をちょっとお話ししますと、えー、まあ、30人中、ね、26番滑走になりました。最終グループですよね。で 点数を見ますと、えー、テクニカルエレメンツが56.21点、でプログラムコンポーネンツは47.32ですね。で、このプログラムコンポーネンツに関しては、えー、まあ、あのー、5つの項目がそれぞれ10点満点に評価されますので、50点満点ですよね。50点満点中47.32点を取ってると。で、減点はありませんので、合計103.53ということで、えー、ショートプログラムトップに立ったということなんですよね。はい そんな羽生結弦選手ということになったと思いますねはい、うん、ではね、えー、ジャッジの分析をやっていきます まあ、昨日の宇野昌磨選手の、えー、ジャッジで出した分析と同じようにですね各ジャッジがそれ,それぞれ出した GOE とですねプログラムコンポーネンツの、えー、点をそれぞれ合計したものを、えー、出してみましたで。そして緑の部分は宇野昌磨選手、僕が昨日出した部分ですね。そして紫色で書いた部分が羽生結弦選手の、えー、点数になります。左側がですね。 あのまあ、例えば、えー、J1 の宇賀さんのところ23点って書いてあります。これは GOE になります。GOE ですよ。PCS って書いてあります。これがプログラムコンポーネンツになります、はいで。それを見てみますと、羽生選手はですね、まあ、ほぼ20点以上出してますたね。この GOE の左の部分を見ますと、羽 SP って書いてあるとこすね。これを見ますと、まあ、ほぼ、ね、20点以上出していて、えー、J6 の、えー、ジャッジ6番の加賀山さんやジャッジ7番の松本さんは25点 5点以上を出している非常に高得点を、ねえー、獲得することができているということなんですよね。はいでですね、あのこのね、まあ、羽生選手は今回、まあ、テクニカルパネルの方でまあスピンが1つ0点になってしまったんですね。まあ、その0点になってしまってもですね20点以上を叩き出しているって非常にすごいことなんですよね。まああのプロ GOE に関しては、技、えー、が、シ、え、ョートプログラムは 7, 7つありますよね。7つのうち満点が5点ですので、 満点を出した場合は、ここの項目が35点になるんですけども、まあ、35点満点中20点以上出てるっていうことで、非常に素晴らしいと思います。で宇野昌磨選手と比較しても、ですねまああの宇野選手の場合は最高点が、ねえー、松本さんと堀内さんの19点ですが、まあ、20, 点20点がなかったんですね20、20点以上が。でも羽生選手を見てみると、もう20点を超えているジャッジが非常に多いし、まあ、25点を超えているジャッジもいますので、かなりね、あの スピンが0点になっていても、えー、かなり GOE、高い GOE を獲得しているっていうのが、これ、浮き彫りになっております。はい。で、プログラムコンポーネンツを見ても、すべて45点以上ということですごい高い評価になってるわけですね。もう本当に素晴らしいと思います。はい。そんな中で、一つ。 まあ、際立って気になったジャッジの点数があります。それはですね、えー、ジャッジ8番の堀内リスコジャッジになります。はい。彼女のジャッジはですね、少し気になった点は、 あの宇野昌磨選手、昨日僕ね、お話をしたときに、この堀内律子ジャッジはですね、宇野昌磨選手のジャッジにはまあ,あの相対的に優しいジャッジっていうふうにお話をしました。まあ、要はね、えー、堀内さんがまあ出したあの点数っていうのは結構ね、他のジャッジよりもまあ優しかったっていうのはあったわけですね。で、もう一回復習をしますと、あの宇野選手のとこ見てみますとですよ、えー えと例えば、まあ、PCS で47.25ってありますよね。だけど、他のジャッジ四47点出してるジャッジいない中ね、堀内さんだけ47点出してますよね。相対的に宇野昌磨選手のジャッジには優しいですね。しかし逆にですよ、えー、羽生選手のジャッジを見てみると、まあ、46.50なんですよ。まあ、46.50っていう点数は、まあ、他にも、ね 46, 点えー、46点を出してる J1 の、えー、ジャッジ一番の宇垣さん46点とかね。 まあ他にも厳しい、厳しいっておかしいけども、46点、えっと、堀内さんよりも厳しくジャッジをしている方はいるんですけれども、一つ気になったのが、まあ、宇垣さんもそうなんですけども、あの、宇垣さん、ジャッジ1番宇垣さんとジャッジ8番の堀内さんはですね、羽生選手の方、を点数がね、PCS は低くしているっていうところがね、お分かりいただけるかと思います。特に、まあ、宇垣さんの場合は、宇野昌磨選手とですね、あの、 えっと、まああの GOE に関しては1 7点 で羽生選手は23点にしてますので、まあ、羽生選手の方が GOE を高く上げてはいるんですけれども、堀内さんに関しては、まずですね GOE が19点、19点と羽生選手と宇野昌磨選手が同じ点数、まあ、そしてプログラムコンポーネンツを見てみると、堀内ジャッジはです、ねえー、宇野昌磨選手のジャッジは47.25に対して宇野昌磨選手は46.50ですので、まあ、宇野昌磨選手の方はかなり、ねえー、点数が高いというのがお分かりいただけるかと思います。まあ、つまりですね まあ堀内たちは、ね、少なくともショートプログラムに関しては、まあ、羽生選手よりも宇野昌磨選手の方がまが、あえー、芸術性が高かったとっいうところを、まあ、あの見なしているというふうに、えー、お分かりいただけるかと思います。宇、ま、垣、あ、さんももですけどもね、はいうん まあでも堀内さんはね昨日、優しいジャッジをしているかなと思ったんですが羽生選手には比較的ねあのー、まあ相対的にはありますけどもまあやや厳しめかなと思います。まあ、そんな厳しくはないですけどねそんな際立ったほど厳しいってわけじゃないけどもまあ、点数として比較してみるとまあこう見えてくるものがあるよということですね。まあ野昌馬選手のグレートスピリッツは本当に良かったと思うんですよね。ままああそういったところでジ、まあ、ジャッジのまあ色 好き嫌いとかじゃないけどもねあるのかもしれないですね。はい、そんな感じになりますね。うん、そして他にはですね、まあ、梅谷さんですね、ジャッジ4番の梅谷ジャッジが宇野昌磨選手に対して結構厳しめのジャッジをしていたということなんですけれども、羽生選手の GOE を見てみますと18点という点数を出しているんですね。 E のまあ、技の出来栄え点は、まあ、他のジャッジに比べて一番低いですよね。えー、堀内さんに次いで低いで よりも低いので、一、ま、番、あ、低いと言います。まあ、プログラムコンポーネンツは47点出してますので、まあ、そんなに厳しくはないのかな。まあ、普通ですよね。だけど、まあ、あ GOE に関しては18点っていう、ねえー、点数になってますので、他のジャッジに比べても相対的に結構厳しめのジャッジをしているのかなと思いますね。はいまあ、この梅谷秀夫ジャッジはまあ比較的厳しいジャッジなのかなってちょっと思っちゃいましたね。はい 同じ男性でも、加賀山翔さん、ジャッジ6番の加賀山翔ジャッジはですね、25点と結構高めの評価、でプログラムコンポーネンツも48.50とですね、えー、9人のジャッジのうち、一番高いね点数を出してますので、まあ、そういった意味で、まあね、ま加、あ、賀山翔ジャッジは同じ男性でも、えー、梅谷ジャッジよりは優しいジャッジをしているというところがお分かりいただけるかと思いますね。はい、まあ、そんな感じになりました。はいうん では、ジャッジの分析はこれで以上になります。明日はですね、まあ、フリーステイティングについても見ていこうかなと思ってるんですけど、まあ、フリーね、 あのテクニカルパネルについては話したんですけど、ジャッジについてはあんまり話してなかったんで、そこをちょっとね、まとめてお話ししようかなと思っております。はい。ではね、残りの時間で、羽生選手のショートプログラムの素晴らしい点をお話しして終わりにしていきます。まずですね、今回のエンターテインューはですね、あの、僕の中では、パリの散歩道を放物とさせるような感じがあったかと思います。まあ、これはね、まあ、人によって意見は違うかと思うんですけども、なんか、もう、羽生選手のその、なんかこう、 こういうポーズがあったじゃなんですよんか。足をこうね、かかとをこう上げて、なん,かあのななんて説明すればいいのかな,なんか。パリの散歩道でね、同じフリースがあるんですけどもね。まあそういったところが、まあ、今回のエンターテインユーで見られたんで、まあ、そういったなんかパリの散歩道をホうぶとさせるような動きがあったかなと思います。まあ、衣装は全く違うんですけど。まあそれから、まあ先ほども言いましたけども、スカイプレッスンですよね。うん。まあ、あの、そういうね、えー、っと、まあ自分で、 えー、なんかこのフリスティーとかをね勉強しなければいけない中ね、ね、えー、やっぱりこうストレスが溜まってたと思うんですよ。でそんな中、ですね、まあ、ジャッジにこうステップの途中、ですねステップの途中、ジャッジに向かってアピールするシーンが多かったですね、えー、非常に笑顔ので、そういった意味で発散するような表情があったかと思うんですよ。まあ、気持ちをね、えー、ぶつけられたんじゃないかなと思います。はい そして、あとは、まあ、ショパンのバラードから全く違ったプログラムを用意してきたと。まあ、ショパンのバラードが本当にね、すごい素晴らしいプログラムだったんで、これをどう超えていくかっていうところがやっぱりあったかと思うんですよね。まあ、プレッシャーもあったかと思いますし、えー、そういった意味でね、あのー、まあ、いろいろ考えさせられるってなったんですが、まあ、この、今回のエンターテインユーでね、かなりこう発散できたかなっていうふうに思います。まあ、だからこそ、フリースケーティングのね、天と地とに繋がったっていう部分もあるんじゃないかなと僕は思ってます。はい。 あとはですね黒の衣装ですすねこれは結構羽生選手にししてみたら珍いいいんじゃないかと思います黒の衣装で滑った試合で滑ったことってあんまりないんじゃないかなと思うんですよね。多分僕が知る限り黒の衣装ではないと思うんですよね。まあ他の方で知っている方やったらコメントとかしていただきたいってあるんですけども、まあ、多分黒の衣装で滑ったことないとのでも非常にね、まあ、斬新で新しい羽生選手を作り上げた,上げたといってもいいんじゃないかなと思います。はい うん、まあ、今シーズンね、あとは。 まあ、羽生選手のね、ベストではなかったかもしれません。やっぱり4回転とトリプルトーも少しね、まあ、歪んだ。まあ、歪んだって言ってもね、もうレベルが高い中での、まあ、羽生選手のベストではなかったかもしれませんけども、まあ、それでもね、4回転トトリプルトーのトリプルトーループでね、えー、手を上げたりとかやってましたし、まあ、スピンで0手にな,なってしまったとはいえ、まあ、スピン中の手の使い方っていうのは、本当音楽にも合ってますからね。まあ、そういった音楽に合わせた動きっていうのを技術の途中で入れてきた。技,技術をしながら、まあ、その技術を、 Eh... やりながらもまあその曲にも気を配れるっていうところまで持ってきてるなって思うので、まあ、そういった素晴らしいところをまあ初戦で、えー、まあ、ほぼ一発勝負っていう中でねやれたっていうのは結構羽生選手ってまあスロースターターっていうイメージがあるんですよなのでまあ初戦からよくねああのー、まあ、パーフェクトではないけどもまあ、羽生選手の中では非常にいい演技だったんじゃないかというふうに僕は思いますね、えー、やっぱりまあプレッシャーも非常に多かったと思いますね、えー、皆さんが注文本当にあの今回新型コロナの影響で、えー、すごいこう 試合をね、見る期間が減っていく中ですね、本当にあの皆さんがこう全,全日本選手権に、ね、ファンがあの来ますよね、長野のビッグハートだったかな、で、そんな中、やっぱり皆さんの期待を裏切らないように、いい演技をしなければいけないっていうところも、ちょっとやっぱりあの持ってきてしまったっていうのがあると思うんですね。そんな中ね、あのーまあ、羽生選手も、あのーね、お気楽さんに向かって お客さんに対しててててああのの気をつけて帰っっくだいいねっていう,ねいうのあります、ね、そういったのを考えてやっぱりねああのまあ、スタースターだからこそそのね、えー、何か思いっていうのがそのスターなりの,の思いっていプレッシャーっていうのもあったかもしれないんで、まあ、そこは本人の弁解はね言ってなくてもやっぱり、えー、責任感っていうかそういったものは感じながらの演技ではあったと思うそんな中ね、えー、まあ発散できたっていうのがこの今回の「エンターテインユー」。 ののプログラムの素晴らしいいとところかなと思います、まあ、発散することができたっていうところが、まあ、本当に良かったと思いますね、うん。だからショートプログラム非常にこう、まあショパンのバラードも好きなんですけど、発散するような曲でね、滑れたっていうのは、まああの本当に、うん、あの天と地とにつながる、えー、ことだったんじゃないかなと思います。はい。というわけで、えー、ショートプログラムの分析と、えー、それから僕の持論ですね、えー、それをお話ししました。 たかな明日はちょっと他の話もしようかと思うんですけど、まあ、多分ね、えー、フリー,ショー、えー、ョーマ選手と羽生選手の、えー、ショートの、あ、違ういや、フリーのジャッジ分析をしつつ、また比べつつね、えー、見ていこうかなと思った動画を出すと思います。はい。そんな感じですので、えー、ぜひね、見ていただけると嬉しく思います。はい。本日はこれで以上です。ではまた。